大事務団です、ネットを使ったフィリピン移住を実現するために日々情報発信を行いコンサルサービスを提供しております、今回ですね台湾移住についてお話ししたいと思います。ちょっと台湾については結構最近聞かれることが多いので、簡単に、移住のデメリットとメリットという形で分けて簡単にお伝えしたいんですけれども、まずデメリットはですね3つありまして、後悔の声がですね、あるんですけども、食べ物とかその辺が、匂いがきついみたいな声がありますね。食べ物が合わない場合はきついのかなと。あと日本との年金協定がないので年金についてですね、年金だけで生活しようっていうのがちょっと厳しくなってるのかなと。あとは意外とですね、台湾というのは地震が多くて、日本もかなり多い国ではあるんですけども、自然災害っていう面ではなかなか安心はできない場所なのかなと。あとは中国との関係ですね、やっぱり、最近で言うと。なので、中国がその、自分の国に取り込もうと、香港と同じ動きですねっていうのがあるので、台湾に移住についてはこういったデメリットがあると、というところですね。でまず後悔の声なんですけども、さっきも言ったようにですね、食べ物の匂いがちょっときつくて合わないっていうのは、僕の母もそうだったんですけども、屋台とかですね、お店でそこまできついのはないかなっていう印象なんですけども、屋台とかですね、豆腐用のような、匂いがきつくてダメっていう人は中にいます。匂いっていうのはもう生理的なものなので、これ合わないっていう場合はもうどうしようもないですよね。あと結構時間にルーズな人が現地に多いと。これは南国とか僕なんかもそうですけど、住んでて慣れてしまえば大したことないかなと、思いますね。あと交通マナーが悪い人も結構。中にはいるってことで、これはもちろん日本にもいるので、完璧な、ここに関して完璧な国はないと思うんですけども、こういった声があります。あとですね、さっきも言ったように年金の部分、やっぱり現地で仕事探すって言ってもなかなかですね、やっぱり英語か、台湾語、中国語がある程度できないと、有利な条件では難しいのかなというところはありますので、仕事探す場合はそういった懸念を、覚えておかれるといいのかなと。あとやっぱり自然災害の部分と中国との関係ですよね。ここはこれはもうどうしようもないというか、こっちでコントロールできないので、その辺を知った上で移住を決められた方がいいのかなというふうに思いますね。ただですね、台湾移住のメリットとしてはやっぱり親日な人が多いということですよね。これは有名なんですけども、ということもあって日本語が話せる人が意外といたりとか、生活にそんなに言葉で困ることがないのかなと。あと比較的アジアでは治安がいいというところですね、今のところはですけども、これも中国との関係どうなっていくのか。あと食事もですね、匂いきついって一方で、馴染み自体はありますよね、台湾料理、中国料理っていうのは。なので、そんなに日本人にとつきにくくはないのかなというところですね。あと日本よりも物価が、安いというところと、日本に一時帰国しやすい、遠くないというところですね。こういったメリット、デメリットがありますので、一番はやっぱり短期滞在で最低2週間ぐらい、できれば民泊という形でホテルではなくですね、住んでみて現地の人目線で住んでみられるといいのかなと思います。ということで最後にですね、ネットビジネスや投資で稼ぎながらフィリピンに移住したいなどは、下にある説明欄の方から無料でメールマガジン登録いただければなと思います。場所を問わない収入さえあれば移住は簡単ですので、本気で移住したいなどはお気軽にご相談いただければなと思います。ということでいつもありがとうございます。